さあいよいよこっからはもう決勝戦をかけた戦いということになります。野村健と熊久保信繁、大事だこの勝負、そう簡単に決着つかないんじゃないですか。いやね、つかないじゃない、つけさせない、つけないよ。そうですよね、2006年度のシリーズランキング1位とランキング2位の男の対決、動き出しました。さあ1本目、野村健が先行、あと1本の星、さあどうだ、熊久保が入る、熊久保が振り返して入る、入る、どうだ、野村健、それに対して合わせる、踏ん張った、熊久保踏ん張った、野村健もいった、これは五分、五分だそうね、ですよね。さあ面白い対決になりました、ベテラン同士の対決です。しかしそれでもある意味因縁の対決でもあるんですけれどもさあ動き出しました、1本目は五分と五分、今度は入れ替えの2本目、熊久保信繁先行、後追い野村健、いやいい、さあ両者いい振り近い、さあ熊久保、熊久保信繁ミスもありました、これはどうしましょう、どうしましょうね、これね、五分、もう俺分かんないな、これ熊久保見ました、上本さん、あれはね、できないですよ、手がついそうですよ、本当にあれができなかったからここにいるんですよ、そう自分で言ってやるの。さあというところでいよいよサドンです、これが最後ということになりますか。さあまずは来た熊久保、その後ろから野村健、野村健、野村健が食い込む、さあ危ない危ない、野村健が来る、綺麗に合わせる、ミスはない、これは今度は若干野村健終わんないよ、いやこれはもうあと1本、あと1本と、あと1本、まあね、これもねやっぱりお互いの力を知ってるからできるんだね、本当にレベルが高いところで安心してくるからね、安心してくるからね、そうじゃできないですよね、これでダメだったらもうじゃんけんだな、これが最後ということになります。いやだって辛いでしょ、だんだん。はい、来ましたよ、来ましたよ。さあ、北野村健先行、後は熊久保信繁。いやー、危ない熊久保、ものすごい飛び込み、飛び込みに関しては熊久保、ですよね、今のだって神本さん、はい、飛び込みすごかったですよね、すごかったね、あそこで弾けちゃうんじゃないかですよね、はい、多分今度野村健がやるよ、さあ飛び込みで野村健があそこまで入れるかどうか、ぴったりくっついて熊久保の後ろに入れるかどうか、さあ熊久保先行、後追い野村健の、あーこれ不要、勝ったのは